皆さんこんにちは。スポーツ推進委員会長の西内です。三芳町総合体育館館長の吉村です。今回はスポーツ推進委員と三芳町総合体育館のコラボ企画になります。この動画では全身ストレッチをご紹介します。一緒にやってみてください。それではストレッチを始めていきます。まずは腕回しからです。足を腰幅に開いて腕を大きく後ろに回しましょう。それでは反対です。前に大きく回していきます。では次に首のストレッチを行います。足はそのままで手を後ろで組んであげます。そのまま首を真横に倒していきます。では真ん中に戻して反対側にも同様に倒していきましょう。元に戻しましょう。次に首回しを行います。左右どちらからでも構いません。首を回しましょう。それでは反対にも回していきます。元に戻りましょう。次に肩のストレッチを行います。自分の胸の前で腕をクロスします。そのままゆっくりと胸を張りましょう。余裕がある方は体の方にゆっくりと近づけてください。それでは反対も行います。呼吸は止めないように気をつけてください。では楽な姿勢に戻ります。続いて二の腕のストレッチを行います。頭の上で肘を持ち、やや後ろにゆっくりと引いていきます。この時に腰が反らないように注意をしてください。では反対も行います。ではリラックスをしましょう。次に伸びのストレッチを行います。頭の上で手を組んで真上にゆっくりと伸びていきましょう。では一度力を抜きます。ではもう一度頭の上で手を組んだらそのまま真横に倒していきます。側屈のストレッチです。では中央に戻して反対側も行っていきます。息はしっかり吐きながら行います。では中央に戻してリラックスしてください。次に背中のストレッチを行います。手を胸の前で組んで体を丸めていきましょう。この時に膝は曲げてあげてください。目線もお腹の方を向いてあげると伸びやすくなります。ではリラックスしてください。次に胸のストレッチを行います。後ろで手を組んで膝を伸ばします。そのまま胸を張ってストレッチをします。目線はやや上を向いてあげると伸びやすくなります。では力を抜きましょう。次に腰回しを行います。手を腰に置いてゆっくりと回していきます。左右どちらからでも構いません。では反対回しも行います。次にももの裏のストレッチを行います。足を肩幅に狭くしていただいて前に前屈をします。この時に膝はしっかり伸ばし切って行いましょう。
では元の姿勢に戻ります。続いて後ろに倒れていくストレッチです。手を腰に置いてゆっくりと後ろに反っていきます。腰が痛い方は無理をせず行える範囲で行ってください。では元に戻りましょう。続いて内もものストレッチになります。片方の足を斜め前に出して反対の足の方は曲げていきましょう。では反対足も行います。この時につま先は必ず上を向いてください。では楽な姿勢に戻ってください。次にももの裏のストレッチになります。足を狭くしていただいて片方の足を前に出します。膝を伸ばしてそのままお尻の方にゆっくりと体重をかけていきましょう。では元の姿勢に戻って反対足も同様に行います。つま先は上を向いてください。では楽な姿勢に戻りましょう。続いてももの前のストレッチを行います。片方の足を後ろで持ちます。そのままゆっくりと後ろの方に引いていきましょう。この時腰が反らないようにお腹に力を入れて伸ばしてください。では反対の足も行います。バランスが取りにくいので足をつきながら行っていただいても構いません。では元の姿勢に戻りましょう。続いてふくらはぎのストレッチです。足を前後に開いて後ろ足はかかとからつま先までしっかりつきます。そのまま上半身を斜め前にゆっくりと倒していきましょう。自分で伸びると感じたところまでで結構です。体を倒していきます。後ろの膝は曲がらないように気をつけてください。では反対足も行います。足を前後に開いて後ろの膝は伸ばしましょう。そのまま前に傾けていきます。では楽な姿勢に戻ってください。では肩をすくめてゆっくりと下ろしていきます。すくめて落とす、すくめて落とす、ラストです。すくめて落とす。では手首足首をブラブラしましょう。最後に深呼吸を3回して終わります。吸ってゆっくりと吐きましょう。もう一度いきます。吸って吐きましょう。ラスト1回です。吸ってゆっくりと吐きましょう。